赤坂コーチングの西村です。本日は会社の色に染まりなさいっていうお話をいたします。まあ、若干逆説的なお話といえばいいんですかね。コーチングって自分を大事に自分のパフォーマンスアップを図るものじゃないのっていうことで、このタイトル見てって来た人いらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっと今日は時間をかけて丁寧にご説明させていただきますね。私、朝勉強会を100人以上の方に行ってきました。その時にんってちょっと感じる方々時々いらっしゃいます。それはどういう方かというと、私の朝勉強会は基本土日に行ってますので、土日の朝って通常の人にとってお仕事じゃない日じゃないですか。そういった時にきちっとしたスーツでいらっしゃる方、たまにいらっしゃるんですね。そういう方ってお話聞いてると我が強いんです。我が強いと時々皆さん損します。それはお仕事を会社員としてなさる時に面接官はそこを見ます。この人融通聞かない人だなっていうふうに見られるんですね。それは皆様にとって実はすごく損する、つまり年収上がらない原因になってるっていう時があります。じゃあどういうふうに考えればいいのかっていうお話をしますね。私それでもきちんとしてたいのってことで、年がら年中スーツのジャケット着てる人ちょっと要注意です。私今日コーチングしてたんですけどね、その方がちょっとそういう考えの持ち主だったんです。で、私って思ってちょっとお話聞いてたんですね。そしたらその方のお仕事はカジュアルな服装で出社して OK な会社だったんですよ。それはその職種がそうしてるんです。で、それで次からぜひカジュアルな格好で行かれてくださいねって私その方にお伝えしたんです。で、それがなかなか伝わらないんで、私それちょっとある例え話をしたんですね。それはこんな例え話です。ルイ・ヴィトンの店舗、まあ、直営店とデパートの中に入ってるような店舗、どっちでもいいですわな。まあぜひちょっと路面店みたいなところ行かれてください。路面店でですね、ぜひ店員の方の化粧にチェックしてみてくださいね。もしくはネイルでもいいですよ。それちょっと見てみてください。実はルイ・ヴィトンは高いお値段のブランドを維持するために、社員の方の服装、まあ売り子さんですね、店員の方の服装に厳しい制限を設けてます。あれ実は今ちょっと違うかもしれないんですけど、コーチ真由美気になってお話をお伺いしてみた時に、ゲランの化粧品支給されてるっていう風にはっきりおっしゃってました。ゲランがなんで使われてるかっていうと、ルイ・ヴィトン MH の会社のですよ、中にゲラン入ってるからなんです。で、わざわざお上品な桜色とかね、口紅もこの色使ってくださいって。で、きちんとアイライン入れて、で、眉はこうっていう風に、髪の毛はこうしてねとかっていう風にきちんと、そう、行動が決まってるんです。これはこう、これはこうっていう風に事細かな指示あるんですね。それをきちんとして、髪の毛もきちんとして結んでとかっていう風に、セットの方法もこういう風にしなさいみたいなのがあるんですよ。スチュワーデスさん以上に厳しい基準が設けられてます。これを守って、でネイルもこういう色にしてねっていう風なのをクリアしてからじゃないと店頭立っちゃいけないんです。これ会社の色に染まりなさいっていうことなんですね。それをしないと会社のルール違反なんです。なんでそこまでさせるか、それを基準のクリアできない人はいらんのですよ。会社のブランドイメージを損ねるからです。なんでそこまでしなきゃいけないのよってマインドの方いらないんですね。それが年収アップの秘訣です。みんな高い年収を得ている人はそこクリアしてるんです。どういうマインドのじゃあ使い方すればいいのってことです。そんな私は嫌よっていう、それががエゴです。じゃあそのエゴどうやって抑えればいいのかっていう部分ですね。
これはこういう考え方なんですよ。私はこの会社に合わせてあげることができる、そのぐらい能力が高い人、それが自分であるっていうふうに、その働いてる方々は考えることができてるんです。つまり相手に合わせてあげることができるっていうのは能力が高いことの一つなんですね。これお子様できないんですよ。相手のブランドに合わせることも修行の一つです。その高いブランドがどういうふうに構築されてるかっていうのを学ぶっていう経験ってすごく大事なんですね。それはもしちゃんとそれがすることができたら、あなたの確実なスキルアップになりますっていうふうに考えること皆さんできてるんですよっていうふうなお話をそのクライアントさんにしたら、ああなるほどって、私単なる外見で損してたかもしれないんですねって、あ、そう言われてみると納得ですって言われたんです。これ単なる経験ですからね。私ドコモにいた時はドコモショップの方の服装って事細かに決まってるし、服装がちゃんと支給されてるんですよね、決まったユニフォームが。で、同じことが多分スチュワーデスさんにも言えるでしょ。あとホテルマンとかの、まあ皆様にも同じこと言えますよね。高いものを売ると、つまり単価がですよ、10万円を超えちゃう業界がみんなそうだと思っていただければいいんですよ。高いものを売るためにはいろんなことクリアしなきゃいけないんです。つまり年収高くあるためには我慢っていうのをいかにクリアするかっていうマインドの強さが必要です。だからあなたが身につけなきゃいけないアファメーション、唱えるアファメーションはこんな感じ。私は高いブランドに応え、その会社の色に染まることができる自分である。私は会社に過剰なまでに振り回される自分ではなく、自分っていうものをマネジメントする、そんな強いマインドを持っている、みたいなアファメーションですかね。大人になったらエゴっていうのはちゃんと自覚してマネジメントするものです。じゃあそんなに会社にどっぷり使っちゃって自分を見失いませんかっていうところが問題になってきますよね。上司の顔ばっか見てるとメンタルが損なわれます。じゃあそういう時はどうすればいいのかっていうことで、私先輩のコーチと話し合ってて、こういう考え方をしてくださいっていうふうに皆さんにお勧めします。アフターファイブは別の顔、アフターファイブでスイッチオフ、元の自分に戻るのよって、それが大人のメンタルです。だから皆さん、会社に必要以上にどっぷり使わないでくださいね。会社を出たら元の自分、オリジナルな自分はアフターファイブ。会社にそこまで自分の生活侵食されないわって、私はそういうメンタルの強さを持ってるっていうふうに、ちゃんと仕事の自分、プライベートの自分切り替えてくださいね。私の先輩のコーチの皆さんっていうのは、そういうのがちゃんとできてる人たちでしたよ。ぜひ皆さんもそういうふうに大人の切り替え身につけてくださいませっていうお話でした。